はい、ごもみさっぷろスペルス。まあですね、今回ですね、村長の家を、この牧場の横にですね、作っていきたいと思うんですけど、いや今日はですね、もうクリスマス終わってんのにね、なんでまだこのテストが。お前もういいよ、クリスマスのこと合わせするよ、早く。なんでまだテストがクリスマス仕様なんだよ。いや今日なポケモンでもな、デイロバトルっていうのにデリバルできたもんな、あの鳥のサンタのポケモンのやつ。まあいい。でまずはですね、この村長の家の前に、公園的なものを作ろうと思うので、ここはね土で埋めていきましょう。はい、とりあえず公園の部分土で埋め終わりましたね。それ次はどうしましょうかね。ここは後でいいでしょう。噴水とかね、遊具的なものも設置したいんですけど、それは後でということで。それで、ここから村長の家なので、公園と村長の家をこのフェンスを使って区切っていく。はい、これで村長の家と高原門も区切れましたね。なのでそんで、ここから村長の家を建てていくわけですが、ちょっと待って、頭の中に全然イメージは固まってないんだよな。そうですね、ここ2マス開けて、ここから家にしていこうと思うので、床もね、でも全部松の木で作ろうと思うので、今回は。というわけで、家建てるところを全部松の木を敷き詰めていきましょう。とりあえず松の木を敷き詰め終わりましたね。てたって松の木めっちゃ使うんだけど、大丈夫これ耐えるかな。6、7スタックぐらい集めたんだけど、足りないかもしれないこれ。足りなかったら足りなかったで、その時なので。それですね。ダメだこれ。この周りは結局土で囲わないといけないのか。結構家でも広いですからね、村長の家。ブロック結構使いますね。で、とりあえずね、家の周りもね、土でちゃんとしっかり覆ったので、ここからですね、しっかりと建設していきましょうか。四隅は柱ですよね、とりあえず。天井の高さは、4ブロックぐらいでいいかな。とりあえず、四隅に柱を、4本立てて、はい、そんで壁を作っていきますか。
まあとりあえずね、壁完成しましたね。窓とかあぜつけるので、まあ、とりあえず次は屋根作っていきましょう。屋根裏部屋作りたいんですけど、まあ屋根作ってみないと屋根裏部屋作れるかどうかわかんないんでね。とりあえず屋根作ります。よし、まあ屋根もねちゃんとね、まあ作ってきたので、よし、まあとりあえずですね、松明で家の中を沸き潰しして、まあ窓とかをつけて、まあそれこことのね、まあ区切りをつけて、まあはしごで屋根裏に行けるようにしたら、まあもう、まあ、大体完成ですね。まあ本当は入れたいことあるんですけど、ここら辺にね暖炉を作りたいんですけどね、本当は。またレンガが今ないので。まあそれはね、まあまたどこかで出てきますよ。まあどうせネザーラックもないんでね。火つけれないんでまた。まあ松明と窓だけつけていきましょう。よし、タイマスと窓をつけたまでね、屋根裏部屋を作っていきましょう。まあ、はしごと、まあ、床と、あとタイマスと、あとまあ屋根に窓をつけたいですね。よし、屋根裏部屋こんな感じですね。窓も、まあ、ちょうどいい感じの大きさだったのでね。よし、まあ、内装はまだいいですかね。まあ、本当は内装とかも作りたいんですけど、ちょっとめんどくさいんでそれは。まあ内装はね地味な作業なんでね、なかなか動画にはできないんで、やっぱ、まあ、完成した後はいいんですけど、まあ、どこかぐらいでやってきますよ。まあ、気が向いたら。まあ、気が向かなかったら、まあ、内装を、まあ、いろんな人もです、一気にやりましょう。それで動画にしましょう。では、見ていきましょうか。完成品。ほい。
おー、まあ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 。どうだろうな、これ。なんだろうな。なんだろうな、これ。まあ、こっちにね、煙突つけばね、いい感じのバランスになると思うんだよね。まあ、いいでしょう。よし、村長の家完成。相性いい感じですね。いい感じです、ほんと。言葉にできてないけど。はい、です。というわけでね、今回は、ごめん。それでは、また、この子。